サールバ・ナラシンハ・デーバラーヤは、南インドのビジャヤ・ナガル王国、サールバーサの君主。第二王朝サールバーサの創始者でもある。サールバナ・ナラシンハ、ナラシンハ一世とも呼ばれる。1452年、ビジャヤ・ナガルをデーバ・ラーヤ三世からチャンドラギリの長官に任命され、マハーマンダレーシュバラの称号を賜った。デーバ・ラーヤ三世の知性、バフマニーガジャパティアーサが、 ロードに攻め入り、1464年には、ガジャパティアサの軍がカーベイリ川を越えて、ティルチラパリまで侵入した。だが、サールバナラシンハは、ビルーパーク社2世の知性において、トゥルバイーシュバラナーヤカと、トゥルバナラサーナーヤカの不死の協力を得て、バフマニー長やガジャパティアサに反撃を試み、ガジャパティアサからは、ウダヤギリを奪回して、 それらの撃退に成功しその名をとろかせるところとなった。1485年、ビジャヤナガルをビルーパーク社二世は、息子プラウダラーヤに殺害され、その後騒動が続くこととなった。サールバナラシン派はこれを見て、自身の得た名声から王位を散脱することにし、トゥルバナラサーナーヤカを首都ビジャヤナガルに向かわせた。これにより、プラウダラーヤはビジャヤナガルから逃亡した。 1486年、サールバナラシンハは王に推挙され、サンガマアサに代わる形でサールバアサを創始した。だが、彼が即位した後も、王国の各地で反乱が勃発し、情勢は安定せず、ガジャパティアサとの戦いは続いた。1489年、ガジャパティアサがうだやぎりを奪回する事態となり、サールバナラシンハは、その奪回に向かったが、 彼自身が捕虜となってしまう。結局、彼はこの戦いに勝利したが、うだやぎりは、ガジャパティアサに奪われたままとなった。1491年、サールバナラシンハは死亡し、幼い息子ティンマブーパーラが王位を継承し、トゥルバナラサーナーヤカがその殺傷となった。ありがとうございます。